どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、皆さんね、こちらのカード持ってないですかね。ヤフージャパンカード、私はポイントサイトの案件でね、発行したわけなんですけども、このカードですね、4月1日以降ね、保有していると勝手にね、ペイペイカードに切り替わって送られてくるんですよね。皆さんこれ知っておりましたかね。まあ私最近知ったんですけども、公式サイトね、こんな感じになっておりまして、ヤフーカードはペイペイカードへ、特典が T ポイントからペイペイポイントに変わりますということで、4月1日よりね、順次ペイペイカードをお届けしますということで、このね、ヤフージャパンカードは4月1日以降ですね、このペイペイカードにね、切り替わっていくっていった形になるんですよね。で、切り替わってですね、これ解約しないと勝手に送られてくるっていう風になるんですよね。で、このいつ変わるかどうかっていうのはですね、人によってね、違うっていう風になっておりまして、まあ概要欄にね、公式サイト載せておきますので、ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、私としてはですね、4月1日以降ね、このペイペイカードね、自動で送られてくるわけなんですけども、まあ、ペイペイボーナスがね、貯まるクレジットカードということで、もう私的にはですね、必要ないんですよね。で、解約しようかなっていうふうに思ってたわけなんですけども、このヤフージャパンカードにはですね、T ポイントがついてますよね。この T ポイント。で、私もですね、これヤフージャパン ID に登録して、この T ポイントで、まあ、ウェルシアであったり、ポイントサイトでね、ポイント移行してたりするわけなんですけども、今回の動画ではですね、このヤフージャパンカードね、解約するにあたって、これね、どうやら3月中にですね、解約する場合ね、ヤフージャパンカード、ポイント移行しとかないとですね、どうやらね、使えなくなってしまうらしいので、今回の動画ではですね、T ポイントのね、移行方法をね、解説やっていきたいなと思います。私はですね、このヤフージャパンカードの T ポイントから、このね、マジカルクラブ T カード、これね、去年、ポイントサイトの案件で、発行したんですけども、こちらのカードにして Yahoo Japan ID に紐づいてまして、このカードからこのマジカルクラブ T カードにね、T ポイントね、移行ね、実際の画面で、やっていきたいなと思います。まあ今回ですね、Yahoo Japan カードね、解約するにあたってこの T ポイントのね、移行やっていきますので、まあこの Yahoo Japan カードね、保有されている方で、いや私はそのまま PayPay カード送られてきていいですよっていう方は、まあそのままね、保有しといていただければですね、 PayPay カードね、自動的に届いてくるっていう風になりますんで、まあこの動画はね、まあ必要ないかなっていう風に思いますので、まあそっとね、閉じていただければなと思います。で、私はね、この PayPay カードはね、まあもちろん PayPay ボーナスが貯まるカードということで、まあそれだったらいいかなということで解約するわけなんですけども、もう一つね、メリットとしてはですね、ポイントサイトの案件ありますよね。まあ今後このペイペイカードが新規入会キャンペーン強化みたいな感じでポイントサイトのポイントがね、上がるっていうことも、まあ、十分考えられるっていう風になりますんで、今いくらかちょっとわかんないですけども、一回5000円ぐらいまで上がったと思うんですけども、まあ1万円とかね、超えてくる可能性もね、ゼロじゃないので、まあ個人的にね、まあ年会費無料のカードなので、まあ1万とかね、まあそのぐらいのポイントが出た時にですね、このペイペイカードね、改めて申し込みたいなっていう風に思いますので、今回はね、解約させていただくっていった形になります。それではですね、このヤフージャパンカードの T ポイントと、T ポイントとじゃない、この T ポイントをですね、このマジカルクラブ T カードの T ポイントにね、移行ね、やっていきたいと思います。まずね、移行なんですけども、まあ2枚のね、カードを用意していただきたいなというふうに思うわけなんですけども、パターン別でですね、こういった感じで公式サイトにね、記載があるんですよね。まず T ポイント移行手続きを行うためには、まとめたい T カード、移行先の T カードを Yahoo Japan ID に登録する必要があります。お手続き方法についてお客様をご希望のポイント移行パターンから選択してくださいということで、まあこういった形でね、出ているわけなんですけどね。で、まずね、A パターンということで、Yahoo Japan ID に登録中の T カードを変更して、登録前の T カードから、変更後の T カードにポイント移動。B パターンですね、Yahoo Japan ID に登録している T カードに別のポイントからポイントを、別の T カードからポイントを移動。で、C パターンですね、Yahoo Japan ID に未登録の T カードにポイントを移動ということで、まあ、このね、3パターンからですね、やっていただくっていった形になります。それではここでですね、Yahoo Japan ID っていうのがね、出てきましたよね。で、この Yahoo Japan ID っていうのは、今ね、私のこの Yahoo Japan カードのこの T ポイント番号が Yahoo Japan ID に登録されている番号っていうふうになります。
で、これが登録されている番号にですね、ポイントサイトから、T ポイントにね、移行する際に Yahoo のねログインあると思うんですよね。で、あれでログインして、まあ、ポイントを移行すると、この Yahoo Japan に登録されている T ポイントにポイントがね移行されるっていう風になっておりまして、この Yahoo Japan ID っていうのがね登録がね必要っていう風になりまして、まあ、私の状態はこっちに今あの Yahoo Japan ID 登録されていて、こっちはね Yahoo Japan ID にね登録されてないっていった形になるんですよね。で、先ほどね3パターンね紹介したと思うんですけども、 ABC パターンですね。私の場合はですね A パターンになるっていう風になっておりまして、 Yahoo Japan ID に登録してある T カードをこちらに変更して、登録前の T カードから変更後の T ポイントに移動っていう風になりますんで、 A パターンになるんですよね。まあ、これね非常に分かりづらいね感じなんですけども、人によってねこれ分かれるっていう風になりますんで、ちょっとね分かりづらいかなという風に思うんですけども、ご自身のねあったパターン選んでねやっていただきたいなという風に思うんですけども、私はねもう一回言いますけども、 Yahoo Japan ID に登録中の T カードを変更して、変更前の T カードから変更後の T ポイントに移行するっていう感じですね。はい、分かりづらいですね。まあ、それではね実際にねやっていきたいと思います。それではね実際にやっていきたいと思います。ここにねスマートフォンの画面ね出しておきます。 T ポイントの移行手続きということで、このサイトはね概要欄に貼っておきますので、やりたいよっていう方はねこちらからやってください。ではね、A パターン、パターンが書いてありまして、あの手続き前にね必要な準備もねここに書いてありますので、こちらねあの確実に読んでからね、やっていただきたいなと思います。ではね、私の場合は A パターンっていう風になりますんで、手続きね開始していきましょう。それではですね、 T カード番号の入力ということで、変更したい T カードの番号を入力してくださいということで、私の場合はマジカルクラブ T カードの方の番号ですね。終わったらね文字認証、次に規約の同意ですね、同意して登録する、T カード番号を変更しましたということで、この後ですね、ポイントを移行ねしていきます。続けてポイントの移動を実施する、変更元の T カードですね、私の場合は Yahoo Japan カードの番号ですね。で、入れ終わったら文字認証ですね。これで文字認証終わったら移行先の T カード番号を入力。では次マジカルクラブの方ですね。入れ終わったらねまた文字認証ですね。電話によるお客様本人の確認ということで、T ポイント移行手続きということで、発信する番号がね表示されておりますので、ご自身のねあの電話番号ね出てるか確認してください。で、下の方に行くとですね、 T カード認証ダイヤルっていうのがありますんで、これね0570ということで有料なんですよね。まあ、これ押しましょう。お電話ありがとうございます。 T カード認証ダイヤルです。ご本人様確認が完了しました。 OK です。で、音声ガンダですね、案内聞こえたらポイント移動するボタンを押します。はい、移行完了ということで、これでねポイント移行がね完了したっていった形になります。で、これでね、ポイント移行ね完了したわけなんですけども、今 Yahoo Japan ID のポイントをマジカルクラブの方に、ね、移行しましたよね。で、これが移行した確認なんですけども、 T ポイントのねアプリ開いていただいて、ログインしていただくと、右の方にですね、右下の方にですねマイページっていうのがねあると思うんですよね。で、上の方にですね T カード番号っていうのがね出ます。こちらにね出しておきますけども、私の場合はこのマジカルクラブのねあの下の方にね書いてあると思うんですけども、ここら辺にね書いてあると思うんですけども、 T カードのね T ポイント番号が、まあ、それとね合ってるか確認ねしていただければ OK っていった形になります。これで一緒になってればですね、ポイント移行がねできているっていう風になりますんで、今後ねポイントサイトとかでポイントを移行した時にですね、私はこのマジカルクラブの、T ポイント番号に貯まるっていった形になります。ということで、今回ですね、この Yahoo Japan カードが4月1日以降ね保有していると勝手にね PayPay カードが送られてきてしまうということで、解約に伴いまして T ポイントの移動ね、やらせていただきました。で、この後ですね、私は Yahoo Japan カードね解約するわけなんですけども、解約ね2種類の方法がありまして、電話と、公式サイトからね停止
あのペイペイカードのね、あの発行停止みたいなのをね選択できるんですけども、これね電話してしまうとまたナビダイヤルっていう風になりますんで、またお金かかってくる部分もありますんで、公式サイト概要欄に載せておきますので、そちらからねポチッとね解約ねしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。